で、お寺行くんですけど、今度稲荷町の路地から入りました。すぐ電車道ですから。で、電車道渡ってきますとすぐお寺ですから。で、お寺に着きましてね、まだみんな早いですから、カバンを放り投げましてね、あの廊下へね、お寺のね、そしてね、遊ぶんですね、境内で。そしてあの墓石をバックにしてね、陣地にして、いろんな遊びするんです、男の子も女の子も。そうしますとね、常に8時になりますとね、柱時計が鳴りますでしょう。チクタクボンボンになるんですよ。で、これは本土へおれば分かるんですけど、僕たちは外で遊んでるか分かんないんですよ。で、そうしますとね、和尚さんがね、おいお前たちって拝んでくれるんですよ。8時だよって、はい分かりましたよって言いながらね。で、僕たちは遊んでるのはね、また本土に入ってくるんですよね。で、それはね、勉強の準備するんですね、本堂で。で、本堂入りましてね、まず机がいるでしょう。で、その時のね、机っていうのが、今で言えば教机ですか。僕たちはその時には座机とかね、そういう呼び方しました。座ってする勉強ですから。今の教机ですから、子供に一人ちょうどいいですよね。で、それが廊下に積んであるんですよ。で、それ運ぶんですね、本堂へ。そして、あの仏さんの前へずらっとみんな勉強できるように並べていくんですよ。で、僕もね、最初一つ目、自分は自分で持ってきますからね。で、まだ来ない子のたくさんいるでしょ。で、その子のたちの運んでる時に、頭の上からすごい音がしてきたんですね。もうドラーンと、もう分かんないですよ、一瞬真っ暗闇ですよ。でも、僕怖くてね、そしてみんなに、おい机の下に潜れ潜れ言うんですけどね、潜れるわけないですよね。座ってちょうどいいぐらいですからね。というのはね、僕たちはその学校行ってる時は避難訓練で、普通の机の下ですから、潜ってこう避難しよったわけですね。だから、そういう癖があるから、ついとっさにそういう言葉が出たんです。そして僕も頭にかぶりましてね、もう一瞬ですよ、もうあと分かんないです、潰れたままですよ。だから、ね、何起きたかさっぱり分からなかったです。そしてね、気がついた時はもう真っ暗闇でね、もう痛くて重たくてね、どうしようもならんですよ。で、そうしますとね、友達の声がね、お互いが助けを呼ぶんですね。泣きながら、痛いよ苦しいよ言いながら、それでも僕声出しましてね、おいみんな頑張ろうぜ頑張ろうぜ、これしか言いようないんですよ。そして、とにかく僕はどうにかしてもう抜けなくちゃいけない、抜けなくちゃいけない、重たいのけでね、そして崩壊したお寺のね、あの隙間からね、建物の隙間から光が見えたんですね。それを僕目印しましてね、はい出たんですよ。どうやって出たか分かんないですよ。お寺出てみてびっくりしたのはね、さっきまで遊んでたお寺で墓がたくさんあるでしょ、全部ぶっ倒れてるんですね。これが東に向いてるか西に向いてるか分かんないですよ。とにかく爆風によって上が吹っ飛びますよね、墓石っていうものは。で、それ見てもうびっくりしましてね、足が震えましてね。で、そのお寺の向こうにお家がたくさんあったの、そのお家がないんですよね、全然崩壊して瓦礫になってるんですよ。で、なんじゃ思いましてね。で、僕自身がその時たった一つの爆弾でそんなになってるとは思わないから、大きな地震が来たと思ったんです、僕自身は。そうしてね、後ろへポーンと振り返ってね、自分が入ってたね、本堂見ますとね、友達の声が聞こえてくるんですよ。苦しい、助けてくれという声が聞こえてくるんですよ、泣き叫ぶ声がね。でも僕の力ではどうしようもならんのですよ。どうにかして入ってたのが精一杯なんですよ。そしてどうにかしようどうにかしようってがれきやるんですけどね、もう子供の力は抜けられませんよ。で、そうしたらね、偶然にもね、これは偶然かどうか分かんないですよ、その兵隊さんと会ってませんから。で、兵隊さんが通りかかってきましてね、僕に声かけてくれたんですね。僕は一生懸命やってますからね。で、兵隊さんが僕どうしたんかどうしたんかって聞いてくれるんですよ。でも僕は嬉しくてね、兵隊さん助けてくれ、友達がここにおるんじゃない、で、一緒になってこうやろうとするのどうしようもならんですよ。そうしたら兵隊さんの仲間がね、どん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 切り出したんですね。そして兵隊さんが僕に帰っていいんですがね、分かったよ、
じゃあ兵隊さん助けてちょうだいね言いながらね帰ることをしたんですが、すごいんですよ、もう周りが全部建物崩壊してますから、でどうやって帰ってくか分からないです。で帰る時にね、もうたくさんの人と会うんですよ。もうその姿が焼き付いてね、離れないんですよ、僕の小さな頭の中にね。なんでこうなってるのかも、ね、もう恐ろしいぐらい、想像できないぐらいですよ。だからね、もう資料館とかね、もうフィルムで見とくの騒ぎじゃないですよ、現実は。でそれでね、僕はね、どうにかしてね、稲荷神社のたまたまに来たんですよ。でその当時稲荷神社っていうのは表にあったんですね、電車道のすぐそばね、稲荷の殿庭がありましてね、その真ん前が稲荷神社なんですよ。その横に路地がありましてね、降りたとこは僕の家ですから、でそこまでどうにかして来たんですけど、まだ帰ろう思っても帰れない、もう崩壊してどうしようもないですから。それでボーッとしますとね、その建物の中からね、私の母が出てきたんですよ。でこれはあの本当に母親のね、母性本能ですかね、僕を助けに来ようとしてね、出てきたんですね。そうして僕はびっくりしましたね。で私の母もびっくりしましたよ。まさか僕があそこにいると思わないんですね。で母は私を助けをとにかくしようと思ってお寺に来ようとしたんですね。で母の姿もボロボロですね。そして僕にここで待ってけよ、動くないよ言ってね。でお母ちゃんどうするかって聞きますと、今からお姉ちゃんたちを助けてくるけ、ここを動いちゃけんと言いましたね。僕は待ってたんですね。そうしますとね、僕の目の前の人はね、もうたくさんの人が避難していくんですよ、どん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 ね。そしてあの鉄橋のね、曲がったところにね、橋を渡ってどうやって来たのか分かんないですよね、来るんですよ。その時にね、その姿がね、もう誰も、ね、声出さない、苦しいもない、水をくれもない、痛いもないんですよ。黙々と広島県の方に避難していくんですよ。そりゃそうですね、今のこちらの方来ませんよね、西の方にはこっちで生きてるんですから、広島駅の方に来ますよね。おまけに今で言えば汽車がありますからね、国鉄が。それを目当てに逃げてくるんですけど、どん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 。でその間僕見て、なんですごいんだろうと思いましてね、どうしてこうなんだろう。でその姿を見ましてね、もう止まらんかったですよ。でまだ不思議で分かんない。でそうしますとね、ここでまた崩壊した建物の中から出てきたのがね、私のね、だから大きいお姉さんとね、朝一生懸命会話したね、お医者が出てくるんですよ。出てきましてね、僕はびっくりしましてね、そしてあれほど元気だったね、お姉さんとお医者さんの姿がね、もう全然姿が違いますから。で私の姉っていうものがもうほとんど裸同然ですね、下着でしたから。もう髪はバサバサ、幽霊みたいなんですね。でただね、今度はおじさんの姿を見ましてね、初めてね、自分の身内を見ましてびっくりしたんですね。でそれまでたくさん見てるんですよ、いろんな人、いろんなスタイルを。ただ僕と一生懸命会話したおじさんがね、まるで180度違うんですね。というのはね、そのおじさんというものが僕と会話した後に食事しましてね、でそしてお庭へ縁側に座ってタバコ吸ってたんだそうですね。そうして放射能をもろに浴びたんですね。で僕の家は結構庭が広くて、前が材木屋さんで結構感覚があったんですね。だからもろに放射能をピカッと浴びて、上半身浴びてね、だから上半身はもうやけどですね、その姿が変わってますから、もう潰れてますからね。だから僕びっくりしたんですよ。そして一生懸命聞きますけど返事はありません。で私の姉が、そうじゃそうじゃ言うから、そうだろうと思ってね、なんでこうなるか分かんなかったですよ。